あっぱれ、やってまーす。こんばんは、極楽とんぼ加藤浩次です。極楽とんぼ山本圭一です。河合文人です。池田優子です。イコールラブの大谷恵美里です。ね、アッパレやってます。土曜日、はい、ね、今週2024年の第2回目ということで、でございます ね、うん、ね、で今自己紹介の中で小沢さんがいないということを皆さん気づいてると思いますけれど、ね、はい、ちょっとね、これまあ MBS ラジオさん側の判断なんですよ。あ、MBS ラジオの判断として報道されている問題が十分に解明されるまで小沢さんはまあお休みという形にすると、これ会社の判断ということですね、はい、うん、っていうことで現状は小沢さんなしで今週はお送りしようということなんで、はい、ちょっとね、小沢さんの席はちょっとしばらく開けて待ちましょう、はい、その日まで、はい、そうですね、何かがちゃんとクリアになるまで、はい、みんな待って、はい、うん、我々だけで、はい、とりあえずは頑張りましょう。よろしくお願いします、はいはい、で年末年始小沢っすね。そうか、僕はもう年始1日から仕事だったので、うん、年末だけ実家に帰りました。うん、ああ、言ってたもんね。もう本当に20年ぶりぐらいに実家で年越ししましたね。20年ぶり。いや、なんか嬉しかったんですけど、うん、年越して、うん、もう30分ぐらいして、うん、家族は全員寝に行ったのが、うん、あ、こういう感じなんだと。年越ししてからもう一盛り上がりするのかなと思ったら、年越しするまでが盛り上がったんで、お酒とか飲んで。あ、でもそうよ、大体。大体そうなんですね。そう、んで開けて乾杯って乾杯したら、もうそっからもうずーっと消沈していく感じ。そうなんですね。どんどんもうトーンダウンしていく感じよ。僕ずっとカウントダウンコンサートやってたんで、開けてからがライブスタートみたいな感じだったので、すごい違和感感じました。だって初日の出、初日の出はじゃあ初日の出見てないですね。そのまま意気消沈して寝てしまって、寝て、そのままなんとなく朝に起きた。僕もだから結局1時ぐらい寝て、うん、で、結構早いね、次の日もう9時迎えとかだったんで、うん、もう朝方そのまま、うん、あ、じゃあもう起きてすぐ寝て、初日の出とかもう勝手に朝になった。え、迎えって何？それ仕事だったの？1日が仕事でした。あ、そうか、生放送があったので、うん、そうですね、だからちょっとだけ、だから朝 お雑煮食べてすぐ帰りましたね、うん、え、じゃあテレビとか見てたの家族で？見てましたけど、姪っ子も来てたので、うん、ほとんど YouTube でしたね、うん、今 YouTube、 姪っ子たちが、はい、もう YouTube、 テレビでも YouTube 映して、で携帯でも YouTube 見ててだったので、うん、二画面見てるんですか？そう、三人のメイクを。それぞれ見てるわけでしょ？そうなんです。え、それは、はい、生配信？いや、なんかもう、全然過去のやつですよ。え、なんだ？もう関係なし。関係なく。え、いくつメイクって？小3と小1と、あ、そのぐらいはもうそうか。ただ、なんか、長女が、動物の森？動物の森。あれ、カウントダウンするんだよね。あ、そうだ、そうなんですか、ね、の中で、え、今盛り上がってるの動物の森って。あ、結構やってる人いますよ、とか動物の森で、うん、僕はもうみんなでハッピーニューイヤー言いたかったんですけど、うん、そのめいっ子とうちのその妹が二人で動物の森でカウントダウンしてて、うん、かわいい。それもそれで寂しいなと思って関係ない、全然関係ない。え、みんなでやんないの？みんなでやってんすけど、うん、端っこで2人で動物の森でカウントダウンしてる、うん、でもなんかすげえ 変な感じです。あ、そう、はい、あ、でもやっぱ大人とか集まるって、うち結構集まったんだけど、人が多いとか結構集まったな、20人以上だよ。そんな集まるんですか？うん、加藤家でカウントダウンで20人集まってるの？カウントダウンというかもう6時ぐらいから、まあ、3、5分みんな集まってきて、まあまあ、20人以上かな、もっといたか、子供入れたら30人ぐらい、親戚とかじゃなくて友達。へえ、ほんで、そのまま、だから、そうだったら、だから、まあ、紅白かけてて、はい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 、で、まあ、みんな見てる人もいながら、いろいろ喋ったりとか、子供たちゲームやったりとか、しながら、カウントダウン来て、あ、もう来るぞーみたいな感じで、はい、見て見て、みんな持ってくらすっつって、はい、で、おめでとうみたいな感じはあったよ。うん。で、もう、みんな来るからさ、6時前だから、4時半ぐらいからだよ。うん、毛ガニが届いたわけ。わあ、いいっすね。毛ガニね。北海道から。北海道の。ああ、毛ガニが。で、毛ガニをさ、剥いて、剥いて、剥いて、何杯、5杯ぐらい一人で剥いたのかな、これ。そうですね、人のために。人のために。人のために剥がせるから、来たらもう食べてもらおうと思って。あれ、剥いてると話もできないから。で、4時半ぐらいから剥いて、で、あれ、びっくりしたぜ。毛ガニ5杯剥いたら。うちね、
あの入り口鍵にもあるんだけど、はい、指紋認証なんだよ。ああ、はいはい、部屋ピッてやって入るのよ、うち、うん、怪我にご飯向いたら、うん、指紋全然ダメなの、反応しなくなったんだ。怪我俺って外出たんだよ。怪我増えちゃったんだ。俺買い物しに外出たんだよ。何かがついてる、ね、氷買いに行こうと思って、ね、全部入ろうと思って入れないんだよ。怪我にの毛がさ、指にさ、こうガサガサ細かく当たって、指紋認証しねえのよ、全然。指紋変わったんだ。指紋変わったんだ。ああ。開かねえのよ、お前。それでお前、ピンポン鳴らして、何ピンポン急に鳴らしてとか、開かねえんだよ、俺って。相当気がついて。あれだ、もう怪我に気をつけた方がいいじゃん。まあ、指紋認証の家はね。ご飯も抜くことないですか、まあまあまあ、業者じゃないかよ、ね。すごい。盛り上がってなんかね、やったけどね、なんか不思議でしたね。でもね、3時前にはもう終わった。もうあ、でもやっぱそういうものなんだ、うんうん、もう終わろうぜっつって、あ、だからみんな3時ぐらいになったら、じゃあお疲れしたっつってふわーっと帰ってくる。うん、そう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 。残るのもいれば、いや、もうほとんど帰ったんじゃないかな。あ、そっか、帰るんですね、みんな。うん、家近い人が多いからさ。で、その後だ、お前カウントダウンやってたの、なんか。あ、俺はね、生配信。あの、そうそうそう。生配信そんな長くやったんですか？いやいやいや、まあ言っても11時半ぐらいから2時前ぐらいまでやって、で、まあうちらもなんかみんな終わって、はい、帰るメンバーがいて、じゃあうちにちょっと来るみたいなので、うち、んうん、に何人か来て、で、とにかく、あの、初日の出になるまで、もう我慢して起きてて。あ、起きてよと。起きてて、で、初日の出だけ見て、はい、じゃあ、また明日みたいな感じで、お疲れしたーって言うんで、カイツさん。嫌だね、それ。なんで嫌なんだよ。いや、初日の出はもう見る見ないでも、それはバトルになりますよ。初日の出なんて俺人生見たことないよ。ないかも。ないかも。嘘でしょ。ないない、人生ないよ、見たこと。え、見ないの？見ない見ない。どうせなら見た方がいいでしょ。別に。いや、一応見た、こんなに初日の出見ない人たち周りにいるとは思わなかった。初日の出なんか何の興味もない、なんて何の興味もなくないでしょ。その年の日の出一発目ですよ。でも、うん、それを見たいと思わない。それ以降日の出ってあんま見なくないですか？普段は日の出見ないです。いや、初で見てもっていう、変わんないです。確かに普段は見ないです。あんま見ないですよね。もう朝になってるところに起きますからね、うん、だけど、まあたまにあるじゃないですか、ちょっと朝方、まあそうですね、ロケに行くのにも、何する時にも、うわ日の出すげえなーみたいなあるでしょ、うん、それのだから2024年の一発目を見て、うん、じゃあまあ皆さんお疲れ様でした。見たから何だっつうんだよ。見たらな、だからカウントダウンと一緒でしょ。おい、グラスボテーと一緒ですよ、あなたの。違う違う違う、カウントダウンはもう年が変わる瞬間で、はいはい、はい、2023年から2024年に変わって、うん、よし、2024年頑張ろうぜって、うん、見れたいですもんね、うん、おめでとう、はい、ああ、わかりますよ、うん。初日の出は？初日の出は、だから、うん、まあ、じんわり来るよね。じんわり来るじゃん。じんわり来る。じんわり来るんですよ。うん、で、6時50分だったんですよ。うん、ね、朝の6時50分。日の出。だけど、ちょうど、東の空に雲が、ちょうど、なんていうの、地平線っていうのはあって、うん、6時50分からちょっと遅れる感じ、だったんですよ、はいはい、だからそれをこうカウントダウンをみんなしながら、カウントダウン、いやいや、日がピシャーってこう来るんですよ、はいはいはい、ピシャーって来るのを見て、うん、わー、来た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 っつって、うん、そしたら周りも見たら、周りもちょっとマンションから人が顔が出してるんですよ、はい、何個か、だからみんなそれを楽しみにしてるんだ、うわ、初日の出いいな、よしみんな今年よろしくなーっていう感じ。これ俺だけテンション、いや、初日の出っていうの境目が俺はもうなかったもん。初日の出の境はあるでしょ。いや、上がってく瞬間だから。ちょっと見えたらもう、ちょっと見えたらおめでとうなんですか。それはそうでしょ。完全に。完全に。丸が全部出るまで。丸が出るまで。出たらもう見えないよ、まぶしく。まあ見えないですよ。うん。見ちゃいけないでしょ。いや、見ちゃいけない。目に悪いから。そんなに目に来ないでしょ。まあでも見ちゃいけなくはない。もうちょうどいい感じでさーっと上がってくるんですよ。それをちゃんと見て、ああ、今年もね。頑張ろうってなって。頑張ろうっていう気持ちでこう。そうなんだ。ね、カウントダウンはそうでもないんだ、じゃあ。カウントダウンはまあ生配信だったんで、ああ、3210、明けまして、ハッピーニューイヤーで、それは終わりですよ。ああ、仕事だから？そうそうそう。仕事のハッピーニューイヤー。仕事のハッピーニューイヤー。仕事のハッピーニューイヤー。大谷は？私は、うん、そうです。大晦日、ももクロさんのライブに出させていただいて、歌
歌合戦をさせていただいて、俺結構すごいメンバーだよね。そうなんですよ、めっちゃ豪華で楽しくて、うん、でその後それが夕方で、その後 TBS に移動して、うん、あのカウントダウン TV が2時過ぎの出演だったんですよ、うん、だから一人で芸能人だね。そうなんですよ、だから今年初めて、うん、あのメンバー全員と年越しできたんですよ。カウントダウン、そう、うん、その年越しの瞬間みんなで手つないでジャンプしました。わー、なんだろそれ。やりません、じゃ空中だみたいなんで、うん、わーって年越してる時にね、そう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 、うん、地球にいなかったっていうね、うん、そうです、うん、めっちゃ楽しかったです、うん、じゃ寂しい、年越しではなかったんだ。なかったです、みんなで今まで全然そういうのなかったので、うん、人生で一番楽しい年越しでした。お、よかったねそれね、はい、じゃあそれは TBS でってこと。そうです、楽屋で、みんなで、あ、楽屋で、はい、楽屋って大部屋かい。結構大きかったですよ、大部屋でした。あのリハ室みたいなところか、うん、多分そうですね。はい、あっちのソファーみたいのがある方じゃない。うん、リア室の方な。はい、お状態だもんな。そうです。よかったね。めちゃ嬉しかったです。よかったじゃん。はい、池田は。私大晦日は、うん、おせち作るのが忙しくて、母親と作って、でも盛り付け一緒に作るのは作るんですけど、盛り付けを任せらんなくて、うん、センスが。もう信用できないから、うん、お母さん、はい、私がもうプロデュースでやらせてくれって、うん、ダメだこの皿はダメだセンスがないっつって、うん、全部盛り付けやからないからやらせてもらって。え、家族しかいないんでしょ。家族、そうですね、でも親戚、あのそうですね、弟夫婦とその子供と姉の一家も来てたので、うん、みんなで食べるんで、うん、全部作るの。作りますよ。すごいね、すげえな。作って何作るの。あ、で一通り全部作りますよ。栗きんとんとも、栗きんとんとかも、煮しめとか、煮しめ黒豆煮てとか、うん、まあすごい。でかまぼこ飾りにして、ほぼ3日間食うわけでしょあれ。でも今回結構すぐなくなりました。すぐ、はい、もう今2日ぐらいで、2日にはもう残骸みたいになってたんですけど、でも本番はもう正月ですから、うん、で正月楽しんで、うん、あのお年玉もらっちゃいました。えまずいでしょ。それはその年でまずいし、自分の親に、親に、父親に、うん、いくら。数万円。数万円、何万だよ。数万、1万だと思ってたんですよ、うん、もらって1万ぐらい書いてんのかなと思って、うんうん、家帰って確認したら5万円、うわー豪華、仕送りじゃねえか。私よりもらってる。しかもすげえ、あれ 30?6 です。6だよね、うん、姉にも弟にも、あの弟のお嫁さんにも全員に渡してて、同じ額、子供たちにももちろん渡してたので、うん、多分大人には同じ額入れてる、どうしたの父さん、ね、毎年心配になっちゃったもん。 S35 もらったの。もらいましたね。もらったけどこんなに入ってたかなって去年これもらったの、インフレだからじゃない。あ、それか、そうだ、それであれしたもんな、インフレだからちょっと心配になっちゃいましたもんね、うん、5万ってでかいよね。すごい、はい、いないよそら。すごいですね、うん、だって父さんからしたら、あの自分のだから娘息子の、はい、まあ、お婿さんとか、はい、お嫁さんにも渡してるってことでしょ。渡してました。相当額ですね。相当額ですね。だそれだけでも5人いるわけでしょ。 1,2,3,4,5 人はいるわけでしょ。もう25だよ、5人で、あとお子さんがいるから、僕25の子供たちに、子供たちには5万は渡してないと思うんですけど、合計5万ぐらいになるでしょ。 30だよ、30万ぐらいね。カルト30は池田家に全部すげえな、お父さんね、正月で、で食材や何やろ、そうそうですね、飲み物だろ、全部買って10万ぐらいになるだろ。 50ぐらいはもう30、40だよ、40ぶっ飛んでる、40万正月で。お父さん大盤振る舞いっすね。お父さんも消費者金融で叩かれてたぜ。そうだ、金借りて正月年越してんだぜ。金借りてよ、お年玉は辛すぎます。辛いよ。高額配当当たったとかそういうことじゃないわけでしょ。なんかじゃないと思いますよ。辛いよ、お父さん。いやもう、もうさ、同じ分返してあげない。いやもう本当そうですね、うん、早く返しますもん、誕生日とかに。確かに確かに、あ、そうですね、うん、じゃあさ、加藤家そんな30人もバッと来てるわけでしょ、うん、で簡単でカウントダウンで、うん、じゃカウントダウンでおめでとうって言ったら、もうそっから、まあ、元日に入るわけですよね、うん、そしたらそこお子さん方もいっぱいいるわけでしょ。何人か、何人ぐらいいたかな、うん、
10人ぐらい。おお、まあ、そっからじゃあもうみんなお年玉合戦。おあー、おめでとう。はい、じゃないっていうこと。全然覚えてねえんだよ俺、酔っ払ってて。相当あげたんじゃないですか俺。あげてないんで、だから香りが全部用意してるから。あー、うん、そっか、うん、香りが全部ポチ袋とか、はい、ピン札を全部用意して、香りが渡してるから。そうか、でも香りちゃんが用意するにしても、うん、一応あなたにこれぐらいでいいよねっていうのは、それは正月入る前には相談があるわけでしょ、うん、あなたに。いや適当に任せるよって言うから俺。本当に任せるよ、適当でいいんじゃないのみたいな。いいよいいよって、適当でいいよって。え、年齢全員違うじゃないですか。そうそうそう、小中高がもっとあるでしょ、うんうん、平等っすか。うん、いや一緒でいいよって言ったの。あ、うん、ちっちゃい子も全部一緒でいいよって。全部一緒で、うん、あ、もうだって、うち大きいから多めにもらえるじゃん、はい、うんうんうん、だからもうそれはもうちょっと合わせた方がいいなと思って。ああ、なるほど、うん、一回ちょっとクレーム出たから。あれ なんて。いや、お前んちに渡してる方が多いって。なんで、お前、じゃあ、かおりちゃんちょっと少なめだったんじゃないか、お前。そこまでかおりちゃんに任すから、そういうことなんだろう、お前、もう。いいか、コウジが言ってるからって、ちょっと少なめしてるから。生まれた赤ちゃんにとかあるじゃん。はい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 、生まれて1歳に、1歳とか2歳の子とかいるじゃん。うん、そういう子たちに1万とかおかしいんじゃねえかみたいな。まあ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 。最初、はい、あったんだけど、うん、やっぱクレームが入ったわけよ。うん。ずーっとこれ続くんだぜ、コウジって言われて。まあまあ確かに確かに。工事のところの子供にずっと1万ずつ渡してて、はい、うん、お宅さん、お前工事のところ3人いるだろって言って、うん、でうち2人なんだよ。ああ、まあその段階だ。で、年離れてちっちゃいで、ね、5歳とか2歳とか、うん、だったら3000円とか渡したらずーっと、まあ、確かに、うち損してくんだけど、そうだな。クレーム入ったから。ああ、そうだ、だから3人は変わらないしね、向こうも2は変わらないわけでしょ、現状。だからもう一緒にしようっていう話、一緒人事かっつって、うん、だからそれ渡してたよ、なんか、だからそれみんなに。年玉難しいですよね。だから、まあ、その辺もちょっとね、うん、我々まだ分かんないから。そのもうだからもう適当に飲んでるだけだからな。うん、いい正月でしたね、うん、まあ、まあ皆さんそんな形ということですね、うん、はい、うん、今年も頑張っていきましょう。よろしくお願いします、はい、それでは今週の、リクエスト、河合くんですね。河合くんお願いします、はい、うん、はい、それでは聞いてください。木村拓哉さんでニュースタート。極楽とんぼ加藤浩次です。 MBS ラジオAM1179 FM906 からあっぱれやってます。それではメール紹介していきましょう、まずは福岡市はラジオネーム明太子ラジオ。あっぱれだよの皆様、こんばんは。こんばんは。私は極楽とんぼさんの旅番組をよく見させていただいていくのですが、うん、番組中のお店の撮影アポ取りや周りの一般の方への配慮やコミュニケーションなどをほとんど加藤さんがやっているように見えます。そう思います。しかもそれをナチュラルに言っているので、加藤さんは普段から気さくに話される方なのかなと思いました。あら、分かってるね。皆さんはプライベートの時にお店の人や周りの人と気さくに話されますか、それとも話しかけられるのが鬱陶しく思いひっそり静かに過ごしたいですか、教えていただければ幸いですと。うん、そうですね。うん、その番組って事前にアポ取りして許可取っててとかじゃなくて、うん、その場で突撃っていう形なんですか。あのね、その番組昭和旅っつって、うん、携帯も持たずに、うん、地図だけで、うん、その街をいろいろ散策してから、もう聞くしかないの。へー、楽しそう。うん、でもお店の人とかに行くの大体俺だよな。まあそうなの。それはなんか、いや俺もね行ったことあるんだけど、はい、なんか行って失敗したのがあって、トラウマになりますよ。でそれはやっぱり一応イヤモニで聞いてるから、はい、帰ってきてお前ダメだったなみたいなんで、もう加藤が行くようになったら、加藤うまいのよ。へえ。すいませんっつって入ってってやるのが、でまあほぼほぼ大丈夫だよな。地方の方々優しいよ。まあ、本当に、あら加藤さんって言ってくれて、うん、はいよみたいな感じ。そう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 。本当に優しい。うん、全然違うわ東京と。東京も優しいだろ。東京は冷てえよ。地方が優しいですね。絶対ダメだよ東京は。はい、うん、だことはないでしょ。東京まず断る前に、うん、なんかいや無理でしょ。っていう空気出しますね。出す、うん、地方の人ってちゃんと考えてくれるじゃないですか、うん、
なんかそれは僕もその地方でロケやるときにすげえ感じますね、うん、地方だとその場の判断してくれるそうですよね。いやいやって、はい、で大手だとまあ上に聞くとか広報に確認しますとかあるんだけど、個人店だったら東京はさ必ずなんか上に確認しますみたいな、まあ上はね、でもそれしょうがないでしょ。でも本当に嫌な顔するじゃん。まあ東京は俺らみたいなね、あの人種のこと大っ嫌い。人種どの人種ですか。そんなことないでしょ。どの人種ですか。芸能人が。そう、芸能人が。芸能人でも俳優さんとかは結構好きなんだけど、俺らみたいな、うん、こう二流の、うん、二流のやつらのこと大っ嫌い。二流かあいつらの笑い。二流バカにしやがって。なんかあったんだな。そんなことはないよ。そんなことはないでしょ。少なくとも俺はバカにされてるけど。俺が言ったらちょっと笑われる感じありますよ。断られると結構へこむ。へこみますよね。ああ俺行ったらダメだったみたいな。わかりますわかりますそれ。だけど次の場所行って加藤行くと、ああいいですよみたいな感じ。違うのよ、俺山本の交渉見てんだけど、はい、多分何かトラウマみたいのがあるから、うん、変に下手に出すぎちゃう。あ向こうも反応がそう分かんなくなっちゃう、ね。あすいませんっつって、あの、うん、ちょっとテレビのロケやってるんですけど、いつかちょっとっつって、あの、他の人映さないようにしますんで、とかっていうのを、うん、タタタタってやっちゃえば、うん、ああ、いいよって なってくれるんだよ。ああ。ちょっと無理ですかね、みたいな入りするじゃん。俺はそうだね。うん、すいませんっつって、今 BS、うん、極楽旅で、今極楽とんぼとちょっとゲストの方々。MBSやっぱ極楽とんぼのラジオ、うん、あのラジオじゃない番組をそれは断られますよ。もうぐちゃぐちゃになってから僕断るやってるんですけれどって下から言うと、なんかちょっとけげんそうな顔がちょっとまたあの見られたり、ちょっと仕事してるんですみたいな感じになられると、さらにちょっとこう下手に出ようとするから、あもうダメなんだなって空気の中押していくからもうダメだよね。逆効果になっちゃうんですね。うん、そう。やっぱなんか楽しそうな番組に思えないんだよ。俺が行くと。そう。危なそうな。俺が行くと楽しそうな番組見られてないんだ。あどうもーって行けば、うん、楽しそうな番組が今から来るんだと思ったら、はいはい、OK してもらいやすいね。ああ。やってみ今度それで。確かに。分かった。うん。やってそれでそれででも失敗したら超へこみますよ。いや無理じゃない、無理無理無理って言ったらそれへこむわ。まあ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 明るくね。鉄子あれだもんな、実は妹の方が気さくに見えるじゃん。はい、見えます。逆だぜ。で俺気さくじゃない、なんか、距離置くじゃん従業員の方とかに。いやまあそう、それはそうでしょう。あ中に入ってもってことですか。そう、うん、早いのよ加藤の入り方が。その仲良くなる、仲良くのなり方というか、もうまあ言い方はあれだけど、もう土足でそのまま上がっていくような感じで向こうも圧倒されて、あいやいや加藤さんってなるのよ。うーん、でそのまま押していくから、我々もお入るぞ入るぞってスッと入るから、すいませんねーっつって、もうあのスタッフ込みで 7,8 人いますけど大丈夫ですか、絶対映されへんで、あ大丈夫よって言って本当にスッと入れるから、うめえな交渉と思いながら、ね、そこそれで やればいいのになと思うんだけど。でも昔僕もテレ東の番組でそれ言われました、川合君下手に出過ぎてるから、街中であの多分答えてもらえなくなっちゃうから、もうちょいガツガツ言っていいよって、ね、失礼だなと思ったら止めるから、もっとガツガツ行きなって言ってから変えました。あなるほど、やっぱ下手に行くと向こうもなんかこう恐縮しちゃって、イエスって言ってくれないじゃないですか、それをなんかテレ東のディレクターさんに言われたことあります。それで変えてみた。変えました変えました。やっぱ変わった、皆さん変えたら反応が変わったんで、そっから僕も結構ガツガツ行くようにしてます。俺のところで全然普通に従業員とかも喋んだよね。そうだね全然、どこ行ってもだな、衝撃場のでもジジイとかにもプライベートでもとかね。そう衝撃場のジジイとかも、あらって、お前テレビで見たことあんなとか言ったら、あ出てますよって普通に出てますよ、あ、まあ、お前誰だっけとか言われるからあ加藤っつって出てますけどみたいな、あーそうだったなみたいな、なんか出てたなマーサーみたいな言われても、はいみたいな感じで、全然喋れるんだよね。大手に難しい、私は無理ですね。無理、はい、距離置いちゃう、置いちゃいます。絶対話しかけられたくないオーラ、話しかけたくない逆にね、たくないし話しかけないし、でも私の友達がそういう、結構フランクな子で、よくご飯行くんですけど、
よくお店の人と喋ってて、それに加わるみたいな感じはしてます。おお、あ、リハビリっていうか、うん、ちょっと学び取ろうとはしてるわけ、ね、そうですね。なんか憧れるんですよ、うん、行きつけの場所とか、うん、で大将と二人で話すとか、うん、憧れるから、うんうん、ちょっと今のうちに勉強しとこうかなと思いながら、うん、なんで話しかけてほしくないの、なんかやってればそれは分かるよ、うんうん、なんかうまく喋れないから、あ、返せないってこと、はい、喋りかけられても、うんうんうん、あれ大谷さんですかって言われたら、お店行った時にあれ大谷さんですかって、あ、そうです、ですよね、わーって大谷さんだって、あれさめさん、うちの店に来ていただいてって、恥ずかしい恥ずかしくなっちゃう、どこでなんか注目されると恥ずかしくどこで知ったんですかこの店、友達からの紹介で、誰ですかやだやだ、やっぱりやだ、やっぱりやだ、そんな、そんな、私は会話があんまり好きじゃないかも、そんな店がやついますか、マジで、うん、でもそういう人結構いない、いますね、どうやって知ったんですかみたいな、かわいくん大丈夫でしょ、僕全然大丈夫です、僕お客さんとも話しちゃうんで、うん、この間も森田さんの YouTube 出たんですけど、サンチャレ飲んだんですよ、二人で、その時もなんか隣からすげえ話しかけられて、全然嫌じゃないですね、楽しいよね、楽しいです、でもなんか会話の終わる瞬間とかちょっとハラハラしません、あの自分の発言で会話が終わって会話が続かないみたいな、あ、自分がその返した時に、そうですそうです、会話があんま弾まないみたいな、弾んでないなって思っちゃうと喋れないと思う、うん、だからもう最初から喋んない方がいいってなるんです、多分そこまで、うん、向こうもそんなに気にしないと思う、うん、気にしないですかね、会話のクオリティ求めてない、うん、そっかそっか、あとお酒飲んでればいいのかもしれないですね、キャッチボールしたいだけでしょ、多分そうですね、うん、そうなのかな、うん、向こうも話したいっていうか、そっか、別にそこまで気にしなければいいってことですもんね、うん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 、逆にふわ喋んなかったりしたら、うわめっちゃめっちゃなんか気取ってるわ、芸能人気取ってるなみたいなことね、そう思われたくない、それ思われたことあります、うん、え、僕その舞台、外部の舞台一人で出た時に、うん、共演者の人に、うん、僕もすごい人見知りだったんで喋、れなかったんだけど、もうずっとあやっぱアイドルだから気取ってんだって思ったっていうのを言われました、ずっと、うん、その後にね、そう、ただこっちは恥ずかしくて喋ってなかっただけなんですけど、うん、態度悪いやつって思われた時期がありました。あ、そうか。じゃあ同じことが大谷にも起きてるかもしれない。起きてるかもしれないです。うん。うん、はい、でもっと知名度上がってそれやってたら、うん、本当に言われた、あのなんかお高く泊まりやがって。ってやだ。やだろ。はい。したら喋ればいいんです、うん。そうですね。うん。喋ってみます。絶対喋んない。無理だな。いけたわ。ご飯食べに行った場とか、うん、あと旅行とかで話しかけられて喋るのはすごい好きです、うん、あ、そう、現地の人とか、現地の人とか海外とかでも、関西の人って女が一人で食べてるとおごってくれるんですよ何回か私ありますよ、なんか一人で行って、うん、で一人で食べてたら隣のおじさんに一人なのみたいな、うん、地元じゃないでしょみたいな、うん、って話してたら最後全部お会計一緒でとか、あ、そのおじさん楽しかったんだよ、はい、なんかそういう、うん、なんか東京では別にないですけど、関西結構なんかおごってくれる率が、うん、高い気がします、なんか話してたら、うん、あ、でもあら、あ、でもそうかもね、その時はやっぱおごった方がいいんですよね、おご、え、おごらすの、え、でも今ずっと記憶をたどってたんだけど、はい、なんか自分が飲んでてとか友達で飲んでて一人の女性におごったっていう記憶ない、ないわ、やっぱり、いや一人におごったっていうのはないけど、うん、もしそういう状況だったら、そういう状況だったら、ああ出しやすいかなっていう感じじゃない、いや俺出せないと思う人今ずっと考えてたけど俺は出さないと思う、会話をしてくれない、おごるのも失礼かなってちょっと思っちゃう、うん、あ、変におごったことによって下心あるって思われるのも嫌だなって、はいはい、うん、あ、まあ、まあ、そうですね、うん、もだから喋って、はい、って地方から来てんだとか話したとしたら、うん、俺はおごらないと思う、うん、で財布見て足りないとかなったら、あ、いやいや足りないとかそんな足りないみたいなリアクションするかそういう場合は全部出した方がいいんですか、この前
そのカウンターの居酒屋行った時に、うん、俺友達と2人で飲んでたら、うん、隣の席に3人ぐらい若い子が、うん、うちの事務所について超熱く語ってたんですよ、うんそのすごい熱く語ってて、すごいいいこと言ってくれてて、うん、で平成ジャンプ河合くんに気づいてないの？僕に気づいてないんですよ。気づいてないの？もうそれぐらいもう夢中になって喋ってて、うん、でどうやらなんか平成ジャンプのファンの方だったから、うん、ですごい熱くてもうちょっと感動しそうになっちゃって、うんうん、そのなんかいろいろ言ってくれて、うん、河合くんも友達と言ってたのね。僕も友達と言ってました、うんうん、もう友達と話全然もう入ってこないずっと聞いて、ね、もうちょっと感動しそうになっちゃって、うん、帰りになんかおごんのはいやらしいかなと思ったんで、うん、そのお酒一杯だけ、うん、あの奢ってあげたんです。あ、いいじゃん。え、途中でどこで河合くんってバラしたの？最後です。帰る時に、うんうん、あのあそこの3人のお酒一杯だけ僕つけてくださいって店員さんに言って、うん、帰りにあのいろいろ事務所のことを思ってくれてありがとうねって言った時に、うん、ああみたいになって、そこまで全然気づいてなかったんで、びっくり。っていうのは一回あります。いっぱいでいいでしょ。いっぱいでいいですよね。なんかそうなんか全部おごんのが いやらしいのかなと思って、うん、ボトルでしょ強欲ボトル飲んでる。ボトルありのでしょ。ボトルなかったと思うんですけど、ボトルワイン1本とかだったらなんかおごろうかなって最初思ったんですけど、うん、でその平成ジャンプのことを応援してくれてるし、うん、そこに河合がおごったってなんかそのどうなんだろうと思って、うん、いっぱいずつそれめっちゃ嬉しいです。いい距離感、これ一杯がちょうどいいと思う。ちょうどいいですかね、うん、あ、よかったそれ。全部おごるのってやっぱ俺できないかもしんないもん、知らない人に、まあ、いや、まあ、このメンバーっていうか、まあ、でもしかなんか言ったら出すかもしれないよ、うんうん、まあ、年長者山本だから、まあ山本なんでそれはいいだろう、たまにはそれは年長者が出すべきでしょ、うんうん、まあ、そうなるけど、でも、まあ、それは頼む。年長者がこう俺出すわって言ったら引きますよやっぱり、うん、あ、まあそうですよね、うん、それ、いやいや、それでも俺出すとは言わない。はいはいはい、うん、やっぱ年長者を立てなきゃいけないから。そうですね、うん、わかりました決まったで年長者がもう全然私ないとか全く出さないで、はい、ポケットにずっと手突っ込んでたら、さあ出す出すって出すけど、うんっていう顔してればな、俺が、もう俺じゃねえだろうみたいなで初対面だったら出さないわ。だそのおじさますごいっすよね。すごいですよね、うん、でもな、ま、結構喋ってたケースですよ、うん、まあ、その前後思ってくれるの、まあ、大体、まあね、うん、いきなりおごるとかじゃなくて、ね、うん、コミュニケーション積み重ねのおごりです、うんうん、でもその日だけでしょ。そうです、そうです。でいいですよって言うでしょ。いいけど、あ、え、いいね、払います払いますって言っても、いや、うん、もう払ったからみたいな感じで、あ、でもなんかいいね、そういう、うん、楽しいです。なんか多分旅先とかだと特にこっちもなんかもう乗り入れみたいなところが、うん、ね、あの乗りも良くなってるんだと思います、うん、なるほど、分かりました。続いて、ラジオネーム丸の内 OL、アップレートの皆さんこんばんは。まま、正月家族と温泉旅行に行きました。いいね。親孝行できてよかったのですが、ショックなことがありました、うん、父親と温泉に入った時、明らかに僕の方がおちんちんが大きかったのです小さい頃お父さんっておちんちん大きいな、かっこいいなと思っていたので、うん、若干寂しさを感じましたアップレ土曜のメンバーの皆さんは最近旅行に行きましたか行きたいところがあったりしますかと。無理やり話がそれましたけどね、はい、まあ、温泉の話から旅行に行ったかという話になりました、ね、おちんちんは関係ないですね。もうおちんちんも離れましたんで、はい、関係ないんだ、はい、最近旅行に行きましたかという話になる。それだけでよかったんですけどね。そうですね、おちんちん話から離れたんで ね旅行、うん、旅行です。俺行ったけどね、だからここ、ああ、あるとどこ、あ、なんか、どこでしたっけ、群馬かなんか行くよ。スキーしに行ってた。そうなんだ、うん、家族でスキーしに行ってたよ。1,2,3,4 みたいな、うん、2,3,4 2泊3日で、うん、雪はあったの。いや、少なかったな。こっちあったかいですもんね。もうガリガリだった。ちょうど降ってなかったんじゃないですか。そうですよね、僕その後に、HBC カップジャンプっていう、ジャンプの大会の大会の、そうです、その時が雪やばかったんです。いろんな仕事してんな。インスタに雪山に立ってるのが上がってましたよね。そうそう、ジャンプも関わってんの。ジャンプもその HBC カップジャンプは
3年連続。すごい。かわい、なんで河合くんがジャンプなの、うんうん、それこそ平成ジャンプでしょ。確かに確かにそうよ。なんかそれは毎年俳優さんとかこう変わ順番にやってたらしいんですよ、うん、で3年前にちょうど僕がゴゴスマとも、ゴゴスマをこう中断して生中継するので、なんかその流れで選んでいただけたのか、そっから3年連続で生で見たらすごいでしょ、うん、やばいっす、すごいマジで、とんでもないことしてるよね。こんなところ、こんなスピードで、こんなところから飛んで、着地してんだって、うん。あと音とかもすごいんですよ。でジャンプするじゃん、うん。ジャンプした後のランディングバーンって言うんだけど、うん、もうほぼ直角だよ、ね。直角です。そこに落ちてくんだぜ、はい。ピューって飛んで。で、着地するって、まあ、異常なスポーツだよね、あれ。まあ、テレビでしかね、見たことないから、うん、まあ、そんな、なんか、一発行こうと思えばいけるみたいな。気持ちはちょっとある。角度が死ぬよね。もう一番上から見たことあるんですけど、うん、もう信じられないです。よくここから飛ぼうと思うな。本当だよね。そうなんだ。すごい、あれ迫力あると思うよ。うん、だから雪なかったね、それで。へえ。あんまり旅行。ああ、旅行の時は。そう。だってあなただってスキーをしに行ったわけでしょ。うん。でないから。ああ、でも上に行ったらあるんだけど。うん。で、ね、いつもよりはってことですか。そう、閉鎖してるコースもあるの、雪が少ない。あ、そんなに少ない。でも滑れるところも結構ある。まあ、滑れたんだけど、もうガリガリだったなって言って、うん、斜面は。ガリガリだ。うん。で EV の車俺買ったのよ。うん。電気自動車。うん、はいはい。うんうん、あれ、まあ、文句じゃないんだけど、うん、俺だいたい一人か香り乗せて二人で乗ってることが多かったのね、うんうん、買ってから、うん、でこのぐらいの距離走れるだろうっていうのがあったの、うん、でそれで荷物スーツケース2つと、うん、後ろに子供たち3人乗せて、はい、うん、EV の車で行くと、うん、全然走んねえのよ。スピードが出ないってことですか。いやスピード出るんだけど、うん、電気がガンガン食ってくる。重さでってことですか。重さで、びっくりしたわ。だってそんな今チャージするところそんなないんじゃない、高速道路。それでよ、うん、チャージだってなったわけよ、うん、で今チャージのポイントって、うん、アプリがあるわけ、空いてるチャージの、うん、はいはい、高速走ってるわけじゃん、こっちは、はいはい、高速走ってて東北道ずっとあっと走ってて、うん、でやべえぞって、もうこんななくなってるぞって言って、うん、これチャージしないとダメだって、はい、うん、で子供たちとかがチャージここ空いてるよとかって、うん、アプリで見て、うん、空いてるって言ってバーって行くじゃん、うん、でサービスエリア行くじゃん、うん、そしたら俺が入ろうと思ったらバックでピー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 って入ってきて、あー EV の充電がその1個しかねえわけよ。あら、あ、なるほど。それをそれワンチャージするの時間かかるわけでしょ。30分以上かかるわけ。あら、30分か、うん、それ急速充電だから30分だけど、でも、うん、もう次入ってっか、次のサービスエリア、うん、何キロ先にあるよっつって、うん、でそこ行ったんだよ、うん、でそこに行って空いてる空いてる空いてるっつって、うん、行ってサービスエリアに着いたら、うん、あ、誰か入ったって思って一歩しかねえから、あれ、あれ、そう、あれ増やさないとダメですよ。ダメ増やさないと絶対ダメ。そういうことか。うん。ああ。僕それで買えないですもん、電気自動車。怖いですね。怖くて。そう、俺はもっと空いててもっとできるのかなと思って。ですよね。高速道路だったら2つか3つは欲しいな。サービスエリア。1個しかねえんだぜ。1個しかないんだって。まあちょっと俺もその事情がまだ分かんないからね。でも重さで減るんですね。2人の時と5人の時で。へえ。通常どれぐらい走るのじゃあ。確かに満充電で。だから最大で500何十キロ走るってなってるの。おお。一人で乗ってってことね。そう。うん。だから最大でちゃんと燃費運転で、はい、電気食わないような運転したら。うん。でもだから俺も結構自動運転みたいな感じでバンバン行ってたから、うん、どんどん減ってって、だから300キロぐらいしか走んなかった。でも半分ぐらい。500、うん。300ぐらい。だから寒いっていうのもあるのかもしれない。まあまあそうなんかな。おびっくりした。ピーピーってバックで入られたらもう、うん、そっからは待つしかないよね。もうやられたーって。あれもう一個あればいいんだけどな。え、なんで一個なんだ。持ったんですか。うん、持ったんですか。でそれで二つ目のとこ行って、で、あ、入られたって言って、うん、で入った人に、あ、これずっと充電しますってちょっと香り聞いてこいっつって。
ただ止めてるついでに。そう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 。そう、そうだから、はい、70% 充電があるのに、うん、まだとりあえずサービスエリア入ったから、充電しとこうか、みたいな人もいるじゃない。で、なのかなと思って、うん、これまだ充電されますかって、ちょっと俺聞いてこいって言ったら、うん、って聞きに行ったら、うん、で、あ、俺電気あるから全然大丈夫だよ、つって、開けてくれたんですよ。あ、優しい。聞いといてよかった。はぁ。よかった。それで入れて。だからスマホの充電、俺の方がダンパーだみたいな。そうですね、そうですね。ちょっと貸してみたいなこと。そう。あれだから政府がさ、補助金つけてさ、EV の車どんどん買えみたいになってるけど、そうですよね、あれ高速道路の、まあ、東北道だからなのかもしれないけど、充電のチャージの場所が少なすぎる。あれダメだよ。え、じゃあ、その行ったホテル先では大丈夫だってこと？ホテル先で充電した。何個かあるんですね。とりあえず1個作るみたいな感じになってるのよ。なんでだろう。だから、なんか、使わないんだったら、もっと需要があったら増えていくのかもしれないけど。結構もう乗ってますよね。そう、うん。エコプラスっていうのがあるんだよ。うん、車に、うん。エコプラスって、こう、電気を使わないように、省エネで走るっていう、うん、エコプラスっていうモードがあるんで。焦るぜ。エコプラスだっつって、うん、エコプラスにしたんだよ。ああナビ消えんだぜ。わあ、怖い。うわあ、エコだ。エコだ、まさに。ナビの電気も使わないようにさせるわけ。ナビ消えたみたいな。それは怖い。地図だ、地図だぜ。うん、まあ、地図はなかったんだけど、でも標識見ていくしかないの。うわ、怖いな。で、もうエアコンも切れるし。はあ、それきついな。エコプラス厳しいですね。きついね。曇りやすくなりますって出てる。エアコン効いてねえから。改善しないとダメですよね。それこそ、あの、なんか災害あった時とか、うん、どうしようもできなくなっちゃいますよね。本当そうだね。ですよね、うん。ガソリン入れられないんですか？もう完全なモーターしかないから、EV 車だから。だから、今はだから、500走るっつっても、うん、満載で乗ってみます。字を立てれないんだよね。もう我々にとってはそのあんまり難しいですもんね。親指にグッと力入れてこう内側にするんだって、うん、内股にするんだっつってもできないできないできない怖い怖い怖い。いいから滑ってねって言ったらハの字がまっすぐになって、うんうん、初心者コースでもさ、うん、ちょっと急になって緩やかになるなるなってるとかあるね。急なところでもうコントロール効かなくなった。危ない危ない。あ、そうなる、そうなるよね。もうスキー場中にもう悲鳴がキヤー直下降みたいになってんの。直下降でエッジ下げて降りてってエッジがまっすぐだよ。俺も恥ずかしくて近寄らなかったもん。しょうがないよそら、うん、でも最後の方でバババーンってこけて、うんうん、でもしばらく見てたもんな俺。助けてくれ。助けには行かないですね。恥ずかしくて。なんで東急なんでしょ。あなただって僕はもう北海道ですから、うん、北海道だからね、うん、できますけど、うん、もうひどかったぜ。消えてやるしかない。でっかい声出すんだよ。いやそれ怖いですよ。いや怖いですよ。リフト乗る時も、うん、ああ待ってこう後ろから来るでしょ。リフト、リフトグーッと来てんの分かるじゃん、はい、で膝の後ろにパンってぶつかったら座るみたいな。そう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 、ね、膝の後ろにパーンって当たったらキャーッて。なぜ見ないからかな。後ろ見てないんだ。リフト初めてですか。リフト見るの初めましてですか。初めましてじゃないの。くせえで毎回リフト止めんだから。あキャーだから、はいはいはい、止めますね。係の人もビーンって止める、うん、大丈夫ですかってなるじゃん。あ、大丈夫ですみたいな。お前絶対声出すよ。それはだからスキー場側としてはそれは正しいですよ。ギャーって言ってんだから止めないとダメでしょ。で、まあでも2泊あったらもうやるっていうから、いろいろ教えてったら暴言でちょっとずつ降りれるようにはなった。すごい。だから来年も行きたいとか、年に1回は行きたいみたいな。でも嫌になってないんですね。だって嫌になってないんだよ。すごいですね。それも、うん、それはちょっとは上達したんだよ。楽しそう、うん、その旅行でしたよ。うん、皆さんは旅行は？あ、私は行きまして、うん、小田原に。あ、いいね。小田原。友達と二人で行って。小田原。小田原です。小田原。神奈川。そうそう。俺に会ってきた？うん。俺に会ってきた？俺に会ってきた？小田原に、うん、僕そっくりの、うん、二宮金次郎像があるんです。マジで？分かんなかったです。マジでこれ。二宮金次郎自体可愛くに似てないでしょ？あの、だいたいちっちゃいじゃないですか。うん、じゃなくて大人になった二宮金次郎が、うん、なんか映画かなんかでやったのかな。はい、その像が飾ってあるんですけど、そっくりだ。テレビでも取り上げられるぐらい。どこ？
小田原のなんかあの駅前かな、あちょっと小江戸みたいなところ、なんかどうぞあった気がする、がめっちゃ似てる、電車で行ったの、そうです、うん、電車で行って、うん、そうですね、で結構離れた湯河原に行って、うん、もう本当山の中の宿みたいなところに泊まって、山荘みたいな、そうです、うん、ログハウスみたいな感じのところに泊まって、うんうん、で温泉入って、あその泊まる前に食べ歩きとかして温泉入って、うん、で一泊して帰りました。うん、何食べたの、かまぼこ、小田原のね、そうそうそう、美味しい、あれ出来たてめっちゃ美味しいんですよ、まあね、びっくり、出来たて食べた、かまぼこ、なな店の名前、鈴広でしょ、一番有名なお店ですよ、鈴広が、私お店の名前とかは見てなかったんですけど、大きいとこでしょ、多分大きかった、あじゃあ鈴広だよ、美味しかったです、すごい、で見学して、はい、工場見学して、はい、え工場見学してないです、あお店で食べたのか、そうですそうです、あそういうことか、食べ歩きとか、うん、イートインスペースでところで食べて、うん、あんまりそこまで観光とかはしてなくって、うん、小田原知り合いんだよ俺、あそうなんですか、うん、焼き鳥やってんだよ、そこ行けよったの、え駅前ですか、駅の近くですか、駅は近いと思うよ、本当におたまに行くんだよ、行きたかったです、小田原の焼き鳥屋に、うん、秀美さんだよ、お前知ってるの、秀美さん、あらゆきちゃんの名前から、はいはいはい、うん、サーファーの焼き鳥やってんの、焼き鳥屋さんやってんだ、お父さん焼き鳥屋だったからついでんだよ、へえ、そうなんだ、どう行けよ秀美さんとこ、ああ行ってみる、焼き鳥屋さん焼き鳥屋行ってみたい、まだろゆきちゃんの前の彼氏、わかる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 、ゆきちゃんってされてるゆきちゃん誰ゆきちゃんは飲み屋の飲み屋の娘飲み屋の娘ゆきちゃん、俺がバイトしてた飲み屋の娘がゆきちゃん、の元カレゆきちゃんの元カレ、専門学校でゆきちゃんと一緒だったから、ごめんねなんか説明が当たり前に住んでたら、ゆきちゃんも秀文さんもね知らないんだ、焼き鳥屋さんなの、行けなかったね秀文さんとこ、そんな知らないですよ、有名な焼き鳥屋なんだけど、あそうなんですか、美味しくて、めっちゃうまいよ、そうなんですか、うん、えそのために1時間半ぐらいかけて行くんですか、行くよ、すごいですね、そんな美味しいんだ、じゃあ、うん、来いって言われるから行くんで行かないから来いって言われるから、うん、で香りその時は香り飲まないで、うん、車で、うん、車で香りで行きは俺運転して帰りは香りに運転し て, 帰りは運転して、いいですね、うん、楽しい、うん、行ってこいよ今度、次行った時、うん、じゃあ報告しますね、ちょうどいいよね小田原、うん、小田原焼き鳥って出てくるから、はい、あすごい、小田原焼き鳥でじゃあ俺も行ってみる、うん、行ってみましょう、ブラッド、うん、はい、じゃあ続いて、ラジオネームともも神奈川県横浜市の方、ヤルドメンバーの皆さんこんばんは、こんばんは、いよいよ冬本番、本格的に寒くなってくるとお鍋の登場回数が増えますね、我が家ではこの時期になるとしゃぶしゃぶや餃子鍋、すき焼きにおでん、トマト鍋にカレー鍋などなど、週替わりでいろいろなお鍋をしますが、だんだんネタが尽きてきて2週目のターンが始まりそうです、うん、そこでグルメな皆さんに変わり種お鍋や、なんか味変アイテム、締めのアイデアなど、おすすめのお鍋の食べ方を教えていただけると嬉しいです。お鍋の食べ方、これは一押しは、うん、鴨鍋だね、鴨って鴨ですか、鴨鍋はうまいよ、鴨鍋、鴨しゃぶみたいにして、さっさっつって、しゃぶしゃぶ系の鴨なんだ、だからスライス気味のやつ、そういいかもじゃないと、ね、絶対美味しくないですよ、ね、鴨鍋うまいよね、鴨鍋うまいけど、いや俺このスライス系のはないわ、ちょっと白髪ネギっていうんですか、はいはい、白髪ネギでバーってして、うん、で最初ネギとくるんで食べるんです、うわ醤油ベースのだしで、うん、でネギにちょっと飽きてきたらごぼう、あごぼうをこう、うん、こうなんていうスライスみたいな、こう、うんうんうん、何切りっていうのあれ、薄く切る、なんかこうガタガタガタってなんか細く切るやつ、そうそう、あれに変えて、うん、あ美味しそうそれ、ごぼうにチェンジしてくった、最後そば、そば、締めがそばなんだ、鴨汁そばになるわけよ、日本そばを軽く締めがそばくぐらせて、これは絶品ですよ、わいいな、それだって家でやったわけじゃないし、家でやる、家ですよ、家でできるんですか、
カモを。カモ売ってるんだ。うん、青森。そんなカモ。青森の狩猟をやる人がさ。うん。カモ送ってきてる。すごい。あなたね、あなたは狩猟やるから狩猟が全国に出すけど、我々狩猟しないし、狩猟仲間もいないから、カモ送ってくれる人もいないけど。青森のおじさんが。青森のおじさん。撃ったカモをさ、何羽いるって言われて。何羽いるって青森から電話かかってくるの？メール。メール。LINE。LINE で。カモ何羽いるって言って、うん、いや1羽でいいですよって言ったら、あ2羽来るわって言って、1羽でいいって言ってんのに、丸取り丸取り2羽来るって、それをどうする、スライスに、だそれをバラすわけよ、丸取りだから。 YouTube 見て、解体の仕方、その YouTube 見たら、カモのさばき方で、あんの、そんな出てんの、出てるよ、出てんね、うん、それ見て、うん、でさばくんですか、さばくのよ、普通の包丁でいける、普通の包丁でいける、足取って、うん、まあ、背開いて、足取って、うん、で中開いて、うん、でももと、うん、あの腹の部分と分けて、うん、でこう細く切っていくのよ、うん、自分で、うん、自分で、うん、うん、しゃぶしゃぶするんだよ。その姿で来ないと新鮮保てないってことなんですか、それ切って送ってもらえたら、でそうでもない、バラして送られるパターンの人最初毛ついたまま送っていいかって言われて、それ勘弁してくれてた、毛は僕無理っすよ今ってまだって、うんうん、じゃあ毛僕むしろって内臓って言って、うん、内臓も出してくださいって、分かったって言って、うん、腹から内臓出て手足がある状態で、あーすげー、すごい、2羽、でそれをもう結構な量になるんですか、庭だと結構な量になる、でもまあまあ結構な量になるね、美味しいんだろうな、それは家族で食うの、家族で食うの、でちょっとは焼き、うん、ネギと、うん、で鴨の油だけしか使わないで、やばいよね、鴨の油で焼いて、はい、ちょっと醤油入れて、はい、でネギと焼いて、いや絶対うまい、美味しそう、めっちゃうまいよ、絶対うまいな、これはだから、うん、あの両親の死にがいる人しかまあそうなんです、11月からそのね1月か2月までかな、うん、その間しか取れないもんね、うん、それ料金があるから料金がね、うん、そうなんですね、あそれかもの、それを教えてもこれできるかな、できないけど、でも市販のあのしゃぶしゃぶ用とか薄い切ってもらったかもとかだったらできると思うけどね、確かにお肉屋さんとか行ったらあるんですかね、うんうん、それでも美味しくできると思うよ、うん、やってみようか、大谷は、そうだな、好きなブリしゃぶが好きですね、あーうまいね、はい、あこの時期ブリ美味しい、美味しいね、旬だからね、うん、私もその白髪ネギと一緒にブリを食べるのが好きで、うんうん、うまいよ、うまいです、でやっぱ柚子を入れるのがいいです、うん、ブリも正月一匹送ってきたんだよ、九州の知り合い、いやいやいや、メロンコどうなってるんですか、よくよじゃないと思う、いいな、一匹送ってきたよ、ブリ一匹丸々一匹だよ、ブリどっから送られるの、九州、うわー、いろんな知り合い、日本海の方、どっち、え日本海の方か、博多だよ、博多の方、日本海っちね、限界の方ね、送ってきたね、ブリ、え、で、どう食べたんですか、さばいたよ、あら何見ながら、え何見ながらさ、あのそれはね知り合いのシェフの人が家に来てたからめっちゃいいですね、それはいいじゃないめっちゃ綺麗にやってくれたから、うまいよねブリね、え何で食べましたか、さもう刺身、あ刺身と塩焼き、わ、ね、いいですね、で釜も塩焼きにして、あ最高、うんうん、すごい、うん、最高ですよ、家にシェフの人が来るんですか、友達だから、あそうなんですか、友達いっぱいいますね、すごいおっさん、シェフは大体おっさんが多いかもしれないね、いろんな知り合いがいるんですね、おっさんのだから芸能界の知り合い少ないんだけど、うん、おっさんの知り合い多いんだよ、いやいいいいですね、羨ましい、あブリね、ブリ鍋で、ね、私は、いや本当、うん、俺もね、いやもう大谷さんじゃないけど、ちょうど年末のそのあの YouTube にあのブリが届いてた、でブリをそこで出したやつを、うん、まあその生配信中じゃ食べれないからって、うん、その家持って帰って、うん、それこそブリの釜、家の配信してんじゃないの、違う、家じゃないじゃん、あの別のところで、うん、でそれこそブリ釜を焼いて、いい、うん、まいよ、で鍋にして、うんでやっぱブリはうまかったね、刺身もうまいだろ、刺身もうまいけど、でもそれはね、えっとね、
でもそれ養殖で出しているところから送られてきたやつだったんで、うん、でもそれもね、愛媛かなんかのどっかかな、うん、あの餌を、柑橘系のもので ありますね。そうそう、今全部あるよね。それを、うん、それで甘いやつですよね。甘いやつ、あれ美味しかったですね。美味しそう。さばいたの？うん？さばいたの？それはでももうさばいたやつが、まあまあ、あの、3枚におろしてるやつがあって、で、それを、だから、切れる人間が、うん、あの、切って、うん、で、出してくれたっていう。まあ、いいなぶり。うん。うまかったね。ぶり、やっぱうまいね。池田は？私、なんか今年、株がすごい安くて、株、うん、株、これどうにか美味しく食べれないかなって、私、うん、なんか調べてたんですよ。うん、カブをスライサーでめっちゃ薄く切って、で、あと大根おろしみたいにするのか。あ、違うんです、本当にペラペラのペラペラのしゃぶしゃぶの肉みたいに。そうです、うんうんうん、あ、そうそう、わかるわかる、はい、ペラペラに、トロトロになるでしょ。そうなんですよ、ペラペラのカブと、うん、あと薄切りの豚肉だけ、あ、この2つだけの鍋、美味しそう。調味料が、うん、あの、なんだったかな、カブ、豚肉、鍋とかで検索したら、その上の方に出てくるやつなんですけど、うん、調味料がもうほとんど家にあるものだけ、ちょっとだけなんですよ。なんか、だしと醤油と酒だけみたいな。うん、で、え、これだけで味付け厳しくない、うん、ってちょっと思ったんですよ。だし、うん、で、だし、普通のなんか、だしとしか書いてなかったから、私はあの、美味しいのがいいと思って、かやのやのを破って入れたんですよ。うん、ああ、そんなんでいいんだ。で、ちょっと味見したら、あの途中で、うん、案の定、え、これ薄いなってなったんですよ、うん、でも、いや、とりあえず最後まで作ろうと思って、うん、最後の仕上げにあの刻んだ株の葉っぱ、茎を、茎とかを細かく刻んだのをごま油と塩で味付けして、それを上に乗せるんですよ。おー、それ乗せたら一気に味が決まるんですよ。鍋にそれを入れるの？鍋に最後に、うん、あのネギを乗せるみたいにそれを散らすんです。ごま油結構強くないですか？あえたやつを。でも程よい、うん、結構本当に薄味なんですよ、ベースの鍋が、うんうん、一気に美味しくなります、うん、ちょうどいい、ちょうどよくなるんです。葉っぱも使うんだな。はい、最後の最後まで。美味しそうだな、感じ。シャキシャキ感も出るんだ。シャキシャキ、そう、葉っぱは火通さないんで、うん、上に最後に散らすだけなんで、うん、ちょうどあのそのシャキシャキ感も楽しめ、株のトロトロ感と、はい、で、うん、豚肉あるから満足感もあって、うんうん、しかもそんな調味料も使ってないし、ヘルシーです。ああ、いい。鶏でもいいね。鶏も入れたいね。確かに、鶏も美味しそうですね。鶏でも美味しいかもしれないです。うん、豚と鶏両方入れたいね。まあ、まあ、いや、多分あの鍋は、具材の数が少ない方が美味しいんだと思います。マジで豚だけでいった。豚、どっちかだ、欲しい。豚オンリー、豚オンリーか鶏。鶏だけの日もあってもいいんじゃない決めた方が絶対いいです。ちょ、鶏欲しいけどな。豚オンリーしたらしてください。カモの時やりゃいいじゃん、カモの時。カモでも美味しいと思います。カモでもいいのかね。カモでもいいと思うよ、そら。カブって、あ、本当に侮れないよね。カブ、もうそれでカブめちゃくちゃ好きになりました。カブ食べないな、普段。いや、美味しいですよ、カブ。トロントロンなんだよね。トロントロンだ。本当にうまい。カブ結構好き、カブ。へぇ、美味しそう。カイ君は？僕は、しゃぶしゃぶが好きなんですけど、はい、もうあの、豚です。豚。豚か、それこそ鶏ですね。うん、が好きなんですけど。鶏をしゃぶすんの？鶏、あ、もう薄く切ってるか、うん、もう鶏の何ですか、この塊、うん、を細かく切って、うん、もうしゃぶしゃぶのその鍋の中に入れとくんですよ、うん、で豚はこうシャーってやって食べて、うん、で鶏が出来上がったぐらいに食べるんですけど、うん、漬け汁がこれあの亀梨くんが使ってたんですけど、うん、岩手の笹町醸造っていう醤油屋さんなんですけど、うん、そこのめんつゆがもう半端なく美味しくて、うん、めんつゆなの、めんつゆをちょっと水で薄めてしゃぶしゃぶ食べると、うん、どんなに安い豚肉でもめちゃめちゃ美味しくいただけます。めんつゆって万能だよな。めんつゆ本当美味しいです。めんつゆ何でもいい、何でも合いますね。もう全部調味料入ってる、うん、だなんか俺本当に普通のなんか鍋みたいにやっても、うん、ポン酢じゃん普通、はいはいはい、ポン酢で食べてでめんつゆももう一個欲しいもん。ああ、うん、めんつゆ味変で、うん、僕めんつゆでそのしゃぶしゃぶ食べるっていう概念がなかったので、うん、めんつゆめちゃめちゃ合うんだなと思って。合うんだ。え、それ野菜入れるの？野菜入れます。僕はネギを、うん、あの輪切りで大量に切って入れるのが好きで、うん、あの温野菜がそれなんで、うん、おそれをこうなんだろう、お肉と一緒についてくるのを食べるのがすごい好きです。うん、あと自分で言うの作って全部やります。あとレタス、うん、あ、レタスいい、シャキシャキのね、レタス、キノコ、ネギですね、うん、と豚肉と鶏。鍋ってさ、結局なんだかんだ野菜の方が主役の可能性が高いよね、うん、はい、本当野菜の方が野菜を食べる、野菜メインですね、うん、
そっちのがうまいんっていうか、野菜が本当に年取るたんびに思うわ、うん、野菜、うん、野菜が美味しいって、うん、種類少なめの方がいいよね、うん、野菜あんまり何でもバンバン入れるより、うん、バンバン入れてもいいのはあるけどね、そう、うん、なんかレタスだったらレタスだ、まあ、株だったら株だ、飽きるじゃんやっぱり、変化欲しいでしょ、食感とか、うん、まあでもその日はもうレタスで行くんだったらレタスとかの方がいいかなこの日はね、今日はレタスしゃぶしゃぶ、うん、ああレタスをっていう、ね、やっぱいっぱい入ってんのもいい時はあるし、ね、例えばあの田舎風のさ、まあまあ寄せ鍋ね、そう寄せ鍋もいいけど、うん、俺あんまりあの鍋引かないっすね、全然引かないっすね、あのエビが好き、エビが好きじゃない、ロケとか行ったらよくいっぱい野菜入れてくれてるのあるんじゃない、いや、うん、分かるんだけど俺でも、うん、そう、あのあとエビがあんまり、エビエビ殻付きエビ、あ、剥くのめんどくさいですよ、ね、そう、あれが俺ブリブリンってすぐ剥けんじゃん、いや、あれがあんま好きじゃん、3手で剥けんじゃん、うん、3手、うん、1、2、3手、2手、3手ってことまあまあ3手で剥けるかもしれないけど、俺はできればあの、そうそう、なんか汚れるから、うん、なんかあんま好きじゃない、エビが手汚れんの嫌だってそう、よくお前が言うないやいや、そうなんだけど、まあ、エビの殻付きがあんま好きじゃない、あ、そう、エビの味、抜いといてほしい、そうそうそう、抜いといて入れるくるな、いや、じゃあ美味しい鍋食べたい、ちょっとカブやってみるわ、カブ確かに美味しいですよ、はい、以上です、はい、メールの宛先はやるどアットマーク mbs1179.com までお願いします。また番組ホームページのメールフォームでも送ることができるので、そちらもご利用ください。メールを読まれた方にはこれ金の玉ステッカーって言っていいんですかね、金の玉ステッカーからもう変わりましたね、あ、ですね、池田さんがデザインしてみたんですよね、そうなんです、うん、ボリューム2になりまして、はい、新しくデザインし直したんですけど、うん、これさっきね、あの配っていただいたんですけど、かわいい、もう放送中加藤さんがずっとこねくり回してて、もうシワシワですよ、確かにシワシワ、いや、これあなたセンサーでか、これ可愛いステッカー、これちょっと私がデザインしました、イラレで、めっちゃおしゃれ、それぞれロゴを、うん、みんなの名前が入ってます、これね、本当に貼ってても恥ずかしくないステッカー、おしゃれ、うんうん、おしゃれ感ありますよね、あるあるある、これちっちゃい、これが金玉、あ、そうです。金玉な、あの、一応、並んでます。ああ、あるね、金玉ステッカー。右下に並んでるのと、あと、右上の方に、あの、金玉くんみたいな、顔がついてるんですか。あ、ほんとだ。一応いるんですか、これなんか、要するに、なんか、ネオン管をイメージしてるやつ、ね。そうです、ネオン管です。超かわいい。で、QR コードついてまして、うん、この QR コード読み取ると、私たちのラジオにメールが送れるようになってます。あ、すごい便利。すごい。QR コードついてるよ、確かに。そうなんです。車とかに貼ってほしい。うん。でも池田って名前が結局やっぱ一番大きくする。確かに。目立ってますね。池田やみたいな。本当ですか、うん、私、結構可愛いになんか力入れちゃったかなって思ってたんですけど。可愛いもこれそうだよね。はい、結構力入れてるからね。可愛いも面積大きい、ね、で、これなんで極楽トンボをトンボ漢字にしたんですか、なんか漢字の方が、うん、なんか上海で香港とかのネオン感が出るので、漢字にしちゃいました。さらばも、英語にしました。さらばどこにあるの、一番下です、真ん中の。あ、グッバイザーグローブズユース、あ、なるほどね、あ、そういうことね、かわいい、これが新しいステッカーになったわけね、はい、なりました、はい、一応金の玉ステッカーということで、はい、と金の玉おもりをもらえるチャンスがありますので、皆様どしどし送ってください、だから新金の玉ステッカーにそれから新金の玉ステッカーということで、はい、ぜひお待ちしています、はい、極楽とんぼ山本圭一です。MBS ラジオ AM1179、FM906 からあっぱれやってまーす。加藤面接。このコーナーは芸能界の狂犬極楽とんぼ加藤浩次の面接を受け、次期ヤンヤンガールズの座を獲得し、未来のタレントを夢見る女子大生を応援するコーナーです。マイスタの提供でお送りします。では早速今夜面接を受ける方をお呼びいたしましょう。自己紹介お願いします。はい、大妻女子大学3年津軽三味線と緑色が大好きな野波可憐です。よろしくお願いします。声優さんみたいじゃない、喋り方すごい綺麗な声だってね、将来の夢声優って書いてるもんね。はい、やっぱそうなんだ、それレッスンしてんのね、はい、一応してます。へー、なんかできるんですか。
いやでも今はそういう声優というよりまず演劇とかの方を生かすようなことを、うん、通っています。それはワークショップみたいな。そうですね、養成所みたいな。あ、養成所行ってるんだ。はい。大学に行きながら。はい。おお、好きな声優さんとかいるんですか。一応います。でも誰ですか。福山潤さんって方が好きで、うん、その方、うん、男性の方で、うん、私が小学生ぐらいの時にアニメのイベントに行ってその時に拝見した方で、すごい。ごめんなさい、どういう声やられてる方ですか。と暗殺教室っていう作品のコロ先生の役をやっていたりとか、うん、その山田が映画でやったやつとはまた違う、あのアニメの方です。アニメの方で、はい。へえ、あ、そうなの。男性どこが好きなの。はじめは声聞いた時に、うん、なんかかっこいいなって思ったんですけど、うん、その後なんかまた違う作品とかで爽やか系なイケメンとかもあったり、使い分けれるんだ。使い分けてる感じがすごいかっこいいなと思って、器用な、うん、自分もそういう演技ができたらいいなって思って。おお、でも今声優さんになりたい人多いでしょ。そうなんです。可愛い子もいっぱいいますからね。うん、頑張ります。めっちゃ多いよね。はい。あとアンケートなんか気になったのありますか、河合くん。そうですね、はい、声優さんになりたいっての分かったんですけど、うん、出演したいテレビ番組はラビットっていう。そうです、ラビット大好きなんです。うん、なんでラビットは学校行く前に結構見てるんで。そっか、今もそういう、はい、時間帯か。そうですね、大学だと遅いからな、ちょっと遅めで。学校に行く前にラビットを拝見して。何やりたいですか、ラビットで。ビリビリ椅子経験してみたいです。あれやりたいんだ。あれラビットってそんなのやってるの。ビリビリ椅子がなんか今その目玉っていうかね、なんかみんなでこう戦ってクイズとかやって罰ゲームでビリビリ椅子みたいな。そうです。おじさんとかもやったことあるのよ、ビリビリ椅子。いや、もう昔結構定番だったのよ。そうですよね、うん、昔バラエティーでは大体普通にあったんだよね。うん、あ、めっちゃ痛い。あれ俺はめちゃイケで経験したから。はいはいはい、はい、めちゃイケは結構痛かった。僕も嫌です、あれなあ。僕あの手と、うん、あとあの口、うん、口で、うん、あのストローかなんかあるやつしてます。ああ、タピオカ飲むみたいな。そう、もうあのこれなんか銀色のやつ加えて。そう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 、うん、もう大嫌いですね。あ、だからあれが食らいたいのがよくわからないなあ。あ、やってみたいんだな。やってみたいです。今の子にしてみたら新しく見えるのかもしれないな。新鮮なんですかね、あれ、うん、あ、そうなの。もう一周してんだな。そうですね。でも確かに毎回大体毎日やってるよね。そうですね、結構毎日やってるイメージがあります。あ、そうなのね。で、あとは自分の欠点短所、うるさいところ、何でも明るくしようとしすぎてうるさくなってしまうところ。いいじゃないですか、これ、うん、本当ですか、うん、ちょっと結構騒がしくしてしまう自分がいて、うん、みんなに言われる、うん、言われますね、うん、うるせえって。もうちょっと静かにみたいな。あ、そんな感じなんだ。そうです、だからもうちょっと静かにすることを覚えないとって思いながら、うん、それなんかやっぱ沈黙が怖いの。あ、ちょっと怖いですね。こう話の間にこう来る、うん、なんかないないだよね、まあでこの間がちょっと怖くて、ね、そういえばさっていう次の話題を持っていきたくなってしまうっていう。なんで埋めたくなるのかな、あれ。なんででしょう。でもやっぱり結構お話しするのが好きで、間があったらお話ししたいって思っちゃう自分もいて、うん、そのままもったいないって。そうですね、うん、ずっと話してたいです、自分が。自分が。相手じゃなくて。もうできる限り相手が話してくれたら、うん、そりゃもちろん一番いいんですけど。本当に。相手が喋って倍喋るんじゃないの。確かに、怠け人かもしれないです、うん、そういうタイプだよね。話すのが好きなんだね、うん、話すの大好きです。あとは、あと津軽三味線ですね。本当だ、はい、津軽三味線をしております。これはいつからやってるんですか。大学に入って始めました。あ、はい、じゃああんまり経験、まだ3年ぐらい3年なんですが、うん、一応あの団体の方で世界大会は優勝させていただきました。すごっ、3年で。3年で、はい。そんな簡単なもんじゃないでしょ。そうですね、すごく大変でした、なるまでが。相当練習したってこと。相当、大学 1,2 年生の時はもう本当にあのその所属団体に本当に部活のように野球部のように毎日のように通ってずっと練習をして、うん、2年前に世界大会優勝、去年は準優勝
をしております。何ですか世界大会って。そうなんですよね。三味線って日本の楽器じゃないですか。そうよ。世界大会があるって私もちょっと。海外の人も弾くってこと？まあ、数名ぐらいなんですけど、名前が一応世界大会っていうので。いや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 。それ世界大会どこで行われるんですか？青森の弘前。いや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 。それおかしいだろ。なんだもんね、はい。本当に世界大会っていう。本当に世界大会。海外の人は？数名。数名でレベルもそんな高くないでしょやっぱり。うん。はい。でもやっぱり青森レベル高いでしょ。青森はレベル高い。もう地元だから。まあ、そうかそうですよね。うん、だからもう。で青森の大学を破ってあなたの団体が。団体が。そうですね。優勝したってこと。優勝しました。すごいね。なんでやりたいと思った。確かに。騙されたんですよ友人に。あ一緒に入ろうよみたいな。そうなんか所属してる会、うん、友人が所属していて会に。うんでその会に入らないって誘いを受けたんですけど、うん、私あんまり向いてなくて初め断ってたら、うん、そのお師匠さんがあのぜひあの会のお食事会があるから来ないかって言って、うん、おじゃあちょっと試しに顔出してみようかなって言ったら、うん、お師匠さんが優しい方で三味線をくれて、うん、君は今日から三味線を弾きなさいって言われて、うん、でそのまま三味線の会に所属する流れとなって、うん世界大会まで行きました。すげえなハマったわけでしょ。でももう、あの、世界大会に出ようって目標を、お師匠さんが作ってくださったんで、うん、もうそこから、もうとりあえず練習、一旦は世界大会出るのを目標にって思いながら。え、それは、何組ぐらい出るんですか、世界大会って。世界大会は個人戦と団体戦があって、うん、団体戦の方は、8、8組ぐらいです。8組ぐらい。はい。で、団体って何人でやるの？は、まあ、なんか部も分かれていて、10人以下の部と10人以上の部で。あなたは？私は10人以上の部で、30人近い人数で出たんで。結構いるんだ、ね。はい。30人合わせるのって大変でしょ？そうですね。個人より難しそうな気がする。結構難しかったです。もうそこも、一人一人の動きも一応見られてるっていう対象なんで。うんすごく細かく指導をいただきやりました。津軽ジョンガラ節みたいにあるの？そうですね。個人戦は津軽ジョンガラ節で、団体戦も一応津軽ジョンガラ節なんですが、うん、人数が多いんでセッションみたいなのもできるんで。津軽ジョンガラ節ってめっちゃかっこいいよね。どういうやつですか？なんか、うん、じゃじゃん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 から始まって、うん、志村けんさんがやってる。あ、そうですそうです。志村けんさんやってたっけ？志村けんさん。あの CM で。CM でなんかやってました。はい、ああ、やってたっけ？あの、たけしさんとコラボで。はい。あの感じ。あれが津軽三味線です。はい。あれは細川たかしさん歌ってたよね。はい、そうです。津軽ジョンガラ節ね。はい、うん。もう今はじゃあ、全国大会、世界大会、はい、世界大会優勝したからもう燃え尽き症候群という、うん、そうですね今ちょっと落ち着きモードに入ってます、うん、入ってるね、はい、もうここから続けようとはあでも趣味程度には一応お師匠さんからもいただいてるし、いただいてるし、うん、趣味程度に続けようかなと思ってます。なんで師匠あなたにくれたのかな。確かになんか津軽三味線って結構40代で若手って言われる時代というかそのへえ、ね、そうなんです。私みたいなのが弾いてたらこう赤ちゃんが弾いてるみたいな。でもやっぱその流れだと若い子たちが始めないので津軽三味線を、うんうん、だから皆さん結構あのうちのお師匠さんは若い子に津軽三味線を始めてほしいっていう。あ、そういうことで広めたいから広めたいからっていうのでどんどん広めてっていうふうにお話いただいて三味線をいただきました。いただいた三味線っておいくらぐらいするんですか？新品だと100は超えます。マジで？はい。え、安いやつでも？安いやつというか安いやつは本当に音が違うんだ。違うんで。あ、本格的にやるんだったら。なんでその100万のを中古で買ったりして、うん、20、30ぐらいです。え、じゃあそれ中古くれてるの？お師匠さんは。そうです。中古をあの新品みたいにもう綺麗な状態に修理業者とメンテナンスして新品に近い中古をいただきました。100万だって。いやー、ギターよりでも高いんじゃないですか？全然高いでしょ。ですよね。ギター安いのだってもう何万からあるでしょ。買えますもんね、うん、なんかもう木があんまりないみたいで三味線の木が。だから数がないから。そうですね、数がないんで。そうか、すごいね。わ、でも声優さんに今後ねなっていくってことだね。なれますかね。なれるでしょ。いい声してますよ。本当ですか？ありがとうございます。なれると思いますよ。頑張ります。はい、じゃあ最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いします。はい、皆さんもぜひ津軽三味線始めてください。楽しかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。河合文人です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。
コ36。今夜が2024年の初叫びなんです。はい、いつまで、最初はここからバインさんからいただきました。おい山本、はい、今年は大リーグのカブスを一緒に応援しような。池田優子さん、今永がね入って、今永と鈴木誠也がチームメイトになりました。あ、これシカゴに行くべきですよ。行かなきゃ、ね、うちからはもうエスコバーも戻ってますから。あ、エスコバーも行ったのね、はいはい、応援しましょう。はい、続いてミリナーニャさんからいただきました。おい大谷、はい、この番組でやったお前のカロコンの話、うん、ネットニュースになってたな、うらやましいぞ。池田優子さん、うん、D6 なってましたね。何カラコン長者、長者、うん、で違います違います、あのあれですよね、カラコン撮った時の、そう、あ、そっちか、うん、ああ撮った時のね、はいはい、撮った時の話がネットニュースになってました。目が大きくなるみたいな、でみんなに可愛いって褒められてたみたいな、はい、くそくそだ褒めなきゃよかった。カラコン長者の方ね、長者、そっちやね、正解は長者だ。でも売り上げにつながりますもんね。あ、もう確かにそうですね。よかった、売り上げ上がった、上がってるんじゃないですかね。上がってるでしょう。ラスト、天然水さんからいただきました。おい、かわいい、はい、お前の YouTube 配信の初回の登場シーン、画面にフレームインして、あ、これも始まってるねって、白々しいんだよ。池田優子さん、いや本当本当知らなかったから、よくあるやつ、よく見る、いやもう本当に知らなかったですから。やってんな、はい、ただみんなやってるやつ、ただあのその、うん、芝居か、うん、本当に知らなかったか、うん、どっちかは言わないですけど、うん、めっちゃ恥ずかしかった。お芝居かな、お芝居かな。で今夜の対象はこちらです。おい山本、うん、今年は大リーグのカブスを一緒に応援しような、池田優子さん、ドジャース戦が楽しみですよね。楽しみですよ、活躍を願ってます。大賞のここからバインさんには私がデザインしたステッカーをプレゼントいたします。以上です。続いてはミリニャです。はい、ミリニャのささやき、あなたのミリニャです。ふみと兄さん、ここだけの話、うん、今日が明けおめですよね。明けおめです。今年もよろしくお願いします。こちらこそ。最初は亀井亀尾さんの作品。年が明けてだいぶ経つけど、みんな書き初めした？私はまだしてません。次、ミリアランヤさんの作品。今年の初夢はイコラブのコンサートの最前列にちょこんと赤ヘルハゲだるまが座っている夢でした。いいじゃないか。嫌なことが起こらないといいけど。怖いな。怖いですね。怖いな。幸せのハゲだるまですよ、それ。やだな。次、天然水さんの作品。池田さんが見たハゲる夢ってどこからハゲたんですか？ん？ハゲが無数にできてる夢を見た。頭にじゃりっぱりがね、はい、ハゲる夢もう2024に入って3回ぐらい見てます。ハゲるんだ、ハゲる夢を見てイーってなって目が覚めます。怖いですね。やっぱりこうあれじゃない、先生的に山本のこと記憶してる。そう、可能性ありますね。毎週見てるから。毎週は意識してるじゃない。正面にいること多いからね。気をつけましょうね。うん、ハゲだるま。ハゲだるまなんですよ。怖いな。幸せのハゲだるまですからね。不幸のハゲだるま。幸せです。危ないですね。ラスト、黒の2番さんの作品。ファミト兄さん、YouTube のチャンネル登録者数は増えましたか？毎日ちょっとずつ増えてますね。難しいんだね、やっぱり。いや、ね、もちろん登録してくださるからありがたいんですけど、うんうん、全然伸びないですね。どのぐらいなの？いや、本当まだジムも行ってないです。だからもう不思議なもんだね。やっぱ何回も言ってるんですけど、僕のその周りのその事務所の人たちが異常なんですよ。うん、一気にガンガン上がるんで、うん、これ可愛いが。YouTube 始める最初のスタートはこんなもんだよっていう。それでもいい方でしょ絶対、うん、悪くはないとは思いますけど、うん、いい方だよね、すごいと思います。まあ、もうなんか
こっから2ヶ月ぐらいもう何撮るかって決めてあるんで、すごい、もう楽しみに、地道にな、そう、地道に山本さんともやらないといけない、いやいや、よろしくお願いします、はい、みんなで YouTube 頑張りましょうね、はい、お願いします。今夜のミリニャどうだった？今週のミリニャ大賞を発表するね。ミリナーニャさんの作品、今年の初夢はイコラブのコンサートの最前列にちょこんと赤ヘルハゲだるまが座っている夢でした。センターね、センター真ん中に、土線ね、怖いな、木製バット持って怖すぎる、ヘルメットかぶせば、赤ヘルです、木製バット持っても、デキンです、怖いよ。大賞のミリナーニャさんには池田さんがデザインした金の玉ステッカーを差し上げます。最後にもう一ささやき聞いてね。加藤さん、芸能界に入ったきっかけって北海道でナンパした女の子がきっかけだったって本当ですか？本当本当、本当よ、そうなんですか、うん、すすきののすすきのマハラジャで、マハラジャ、うん、ディスコがあったの、そういうディスコ、うん、ディスコで、あ、そうだったんですね、うん、その人とは何もないけどね、その人が東京ボードビーショーっていうところの研究生やってるって聞いて、北海道からそういうのやってる人いるんだって、そういうこと、そう、あ、追っかけてというわけではなく、全然追っかけて、そっから一回待ってないの、うん、だから俺が入った時にはもう研究生で残れなくていなくなってたから、うん、全く、すごい、その女の子に感謝ですね、本当よ、確かに、うん、以上です。それでは聞いてください、イコールラブでどこが好きか言って。イコールラブの大谷えみりです。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。新おにぎり、私もやんのか、おいしい、おにぎりで巻きました、今年の初叫びでございますが、元肉巻きおにぎりカリスマ販売員の私山本圭一が皆さんの考える新しいおにぎりを紹介していくコーナーでございます。本日も、メールを頂戴いたしました。ラジオネーム栃木県日光市は日光へ行こう、あっぱれ土曜の皆さんこんばんは、こんばんは、は僕はおにぎりの具としてうまい棒を入れるのが好きです。これがとても美味しいです。もう終わりだこのコーナー。僕はサラミ味をおにぎりの具にするのが好きなんですが、そんなわけないだろ、皆さんが入れてみたいと思ううまい棒の味を教えてください。うまい棒入れる、崩すのかな、崩してこう握るのかな、皆さんどうですか。はい、エミリーさん、私納豆味かな、あー、いいね、いいですよね。池田さんは照り焼きバーガー味ですか、ね、あー、それも捨てがたい。かわいくんコンポタも美味しいですかね、絶対うまいですよね。コウジは来ました、たこ焼きかな、たこ焼き、たこ焼き、なんじゃこのコーナー、皆さん、やめてしまえ、また来週です。さよなら。